それでは後半を始めさせていただきます。後半の最初のプログラムは、私が歌わせていただきますけれども、歌い継ぎたい日本の歌という曲集の中から3つの歌を歌います。皆さんご存知の懐かしい歌ばかりですけれども、この懐かしい歌というと、城村さん、ちょっとお話聞かせていただいていいですか。プロフィールにもあるようですけれども、城村さんは、演奏の傍らというか、毎日ですね、学校にもお勤めで、今の中学生高校生たちとも、ね、関わってらっしゃるんですけども、なんか本当にこの間聞いた話ショックでしたけど、いや、この曲皆さんイントロを聞かれたらもう何の歌か、ね、メロディーも歌詞も浮かぶと思うんですけれども、小さい秋見つけた、ね、この曲が、この曲ちょうど今私の使っている高校1年生の教科書に載っていまして、で、まあ、秋だしこの曲やろうかって言ってイントロを弾き始めたんですけれど、どうやら様子がおかしくて誰も知ってるっていう顔しないんですね。26人の選択音楽のクラスだったんですけれど、聞いたことないという子が26人中25人もいました。イントロなんか演歌とか言って言われましたけど、ね、ちょっと残念だなと思うんですが、皆さんそんな状況になってきてるんですよ。今の子どもたちどんな歌を歌って楽しんでるんでしょうかね。そしてどんな歌を聞いたら、あ、懐かしいな、ね、ほっとした気分になるんでしょうかね。まあ、ということで歌わせていただきます。そして私がこの歌を歌いますのは、次に尺八の音楽が来ますので、シューマン、シューベルトから急に尺八に行くと、ちょっとギャップがあるかも分かりませんので、空気を日本の空気にしたいと思います。それでは3つの歌、里の秋、7つの子、カナリア、続けてお聴きください。Thank you.